リチャードの島山のベッキラどうもこんにちは、リチャードローボーカルの島山でございます。先ほど本編の方も行きましたけども、リチャードローのね、こちらのテレビの方は結構長く長くやっておりますけども、だんだん私の方もね、このベッキラのお時間結構ネタが尽きてしまう、あと被ってねえかなっていうのはいろいろあるんですけども、それは気にせず今日もですね、自分の言いたいことだけをここのカメラに向けて言っていくっていうお時間いただきましたので、やろうと思います。今日も、大好きな漫画の話をします。またかよって思われるかもしれませんが、ちょっとねこれ今回はまあいつも言ってるものに関しては結構長いスパンでずっと好きな本をですね、紹介してきたんですけど、これに関してはつい最近です。ほんのつい最近で、本編の方はもう7巻ぐらい出てるみたいなんですけれども、私はまだ2巻までしか買ってない、本でございます。たまたまね、知り合いの人と近くの本屋の方にするっと、まあもう明け方ですけども行った時に、下山さんこれおもろいでって言ってくれて、紹介してくれた方がいまして、でちょっと気にはなってたんですけども、たまたまその時は買うことになって、でもやっぱり面白い本を手に入れればいいかなと思って、1、2巻だけ最初ね、そんな大量に買ったら後で出費がえらいことになりますので、ちょっと買ってみたものなんですけど、すごい面白かったです。でその単行本がですね、今、こちらになります。映りますかね、ちゃんと。はい、特撮ガガガという漫画です。はい、確かビッグコミックス、スピリッツか、スピリッツコミックの方か何かで連載してる方もわからなくてすいません。手に入れたのがつい最近なんですが、私はもう単行本のこのタイトルでわかるように特撮のお話です。特撮のお話といっても主人公はこの女の人です。26歳の女性なんですけども、普通に働いている OL さんです。でこちらの方は特撮が大好きです。特撮というのはヒーローものとか、まあそういうことですよね。そちらの特撮のこの後ろにいる、まあ、ヒーローたちが本当は好きなんだけれども、職場の人たちには言えなくて、耐えてる人です。私とかうち の、ギターさんの方はちゃんと自分の好きなものはもうここでも公表しとるものなので、この隠してるっていう気持ちはあまりわからないかもしれませんが、でも、非常にさっきシリアスな漫画ばっかり買ってたので、ちょっと笑いに飢えてたっていうのもあって、クスッと笑いたいなと思って買ったら当たりでした。非常に楽しいです。だから多分ですね、2巻まで買ったんですが、あと5冊買います。はい。で内容の方はその前にガガガか、私ガガガってね、いろいろと使ってる人いるんですけど、ガガガってなんじゃらほいと思ってね、実は調べたんですけど、なんか自分の方のことをなんかもっと分かってほしいっていう叫びみたいな意味があるそうですね。特撮ガガガ、こちらの漫画の紹介をいたします。って言ってもまだ2巻しかまで読んでないんで、7巻まで持ってる方に関しては、お前何が分かってんねんって言われるかもしれませんが、喋ります。でこの OL さんが、まあ、例えばですね、職場の人に隠れて特撮を見たいと、で誰から話と被るような気もするけど、特撮って基本的に日曜日に、の朝方やるんですけど、この人は、土曜日まで働いて日曜日休みなんですね。で日曜日の朝はもうちゃんと自分で準備してお菓子とか用意して、その特撮をリアルタイムで見るのをすごく楽しみにしている人 でそれに紛れていく、まあ、自分の生活の中でバレないようにやったりとか、それから先に、たまたま見つけた友達とか、はい、あとガラポン探しのために一生懸命、地域をチャリンコで回ったりとかですね、孤軍奮闘したりとかで、ショーですね、テレビとはまた違ってヒーローショーみたいなのを例えばどっかでするとなった時も、一人では行けなかったんですけども、友達と初めて行ってそこで味わう感動とかをですね、切実とこうギャグ漫画にしてやってる漫画です。私はちっちゃい頃があんまり特撮を見なかった、どちらかというと野球とか、あと時代劇とか見てたので、あんまりこの特撮っていうものに関してはいろいろと熱弁される身の回りの人はいるんですけど、やっぱりあんまり見ないなっていうのはあるんですが、ただ好きなものをこう喋ってる人間同士の楽しい空気って分かる分かるみたいな感じ。実はこうスタジオの前にうちのギターさんも別の人と喋ってたんですけど、その楽器の話とか
これを人しかわからないような気持ちのなんかこうやり取りみたいなのがですね、この中にすごいなんかこう面白おかしく詰まってる漫画で、非常に先ほど最初の方に言いましたけれども、長いスパンでずっと読んできた漫画を紹介するしてきた中では非常に短いスパンでも本当に当たりだと思って、ぜひですねおすすめしたいものを発見したので、ここにちょっと出しておきたいと思います。おそらくいずれはアニメになったらちょっといろんな著作権的な問題あるかもしれないですけど、中にはおそらくドラマぐらいにはもうなるんじゃないかなっていうぐらいの面白さだったので、今こちらを押さえておくと皆さんね、最新のなんかこういずれドラマになった時に、まあドラマを見たるかとかといろんなこと悩むかもしれませんが、この特撮ガガガ、はい、うちのギターにも読ませたいなと思うんですけど、まあ興味あるかどうかはこの後なんですけども、はい、ぜひですね皆さん書店に行くなりなんなりしてちょっと行って取っていただければと思います。続き買います、まあ、続き買ってもここでも言うことないかもしれませんけども、非常に楽しい漫画ですがおすすめということで、今回のデッキラーを終了させていただきたいと思います。それでは、今回の、リチャードロー島山のデッキラーこれで終了いたします。特撮ガガガぜひと読んでみてください。さようなら。